三遊亭方月通る、1980年1月27日体は、五代名演学一門会の落語家、元兄弟を笑いコンビ、若月のメンバー。血液型は A 型という珍しいタイプの持ち主である。愛知県立豊橋工業高等学校を卒業。当時は暴走族であったが、流血を恐れて喧嘩ができなかったという。 若月解散後の2015年4月1日、三遊亭大鳥楽に入門。2018年11月1日に詰め昇進。リーゼントがトレードマークであったため、喧嘩番長、ドロップなどの映画には、じけて出演していた。他に、サンボマスターの、世界はそれを愛と呼ぶんだぜの PV に出演している。運動神経が悪く、ライブでもたびたび披露されているが、本人曰く、 笑えない、運動音痴。母親譲りのナルシストな面がある。甘いものが好きで、特にショートケーキが好き。身の回りのものにお金をかけるポリシーがあり、7000円するバスタオルや6万円の布団などを使っている。若月の相方である助から、クズなのにお兄ちゃんぶると、たびたび指摘されている。 つが体調不良で一人で無限大ホールのネタライブに出た際はギターマダンを行った。ゆったりかん中村、山田カントリー、アザインなどの後輩を可愛がっている。ありがとうございます。